はい、どうも、永田です。では、ハガマバやっていきたいと思います。今回は、S5 サーバーで、まあ、サブのサーバーですけどね、勢力戦線をやっていきたいと思います。こちらですね、今まだクリアできてないんですけど、変革の頂点、A の1の10。こちらが、まあ、かなり難しいというところで、まあ、実況をしながらやっていこうかなと思っております。ただ私サブのサーバーなんでそんなに強くはないです、はっきり言って。それでまあどの勢力でいったらいいのかっていうところで、まあそちらの方やっていこうと思います。ちょっとね、不思議な懐中時計は使わせてもらいます。ちょっとガシャガシャよね。はい、まあ気にせずやりましょう。ここクリアできたら、ステージ2へ行けます。さて、いろいろやってみた結果、この編成が多分ベストだと思います。ではこれでやっていこうと思います。あ、懐中時計取ったんで、これでは、せんぞ。はい、あ、間違った、違う、まあこういう凡ミスがあるんでね、気をつけてやっていきましょう。持ちこたえて了解。とりあえず一体ずつ倒していきましょう。では遅いと言ったはずだ、こうか。まあ、とにかくね、オリビエが強すぎるんで、かなり苦戦すると思います。はい。では、これでモナーを使うと。で、多分、オリビエが攻撃してくるんで、まあ、攻撃される前にもやっとくっていう感じですかね。で、もしキャスリンとかいるのであれば、キャスリンで一気に、やるのも手だとは思います、うん、攻めれるだけ攻めておきましょう。せんぞ。オリビエも強いですからね。芯までいてつかせてやる、こっちがいいかな。いくぞ、ゴーゴー。これで1万ぐらいダメージ食らうんで、これがねきついんですよね。でまずオリビエでやっておくと。でさあどうでしょうか。ごめんなさい、ちょっとねいろいろ声が聞こえるかもしれませんが、気にせずに行きましょう。滅ぶべし。遅いと言ったはずだ。なぜ4人編成がいいのかというと、まあ、理由は簡単でして、勢力ボーナスと、あとあれですね、ここの、変革の勢力なんで、変革勢力2人以上入れるとヒットポイントが 40% アップするのかな。まあそれも加味してやってるみたいな感じなんで、まあ、耐久力を上げるために、まあこの4人編成にしているという感じですね。まあ食らいますけどね、結構。うん。まあまあ死ぬことはないと思いますんで。こうして作る。では、どんどん攻めていきましょう。はい。手加減はせんぞ。
さあここまでいけるかな。破壊させてもらう。ごめんなさい、ちょっと別のテレビの音が流れてますが、気にせずにやっていきましょう。下がってください。ギリ耐えれるかなっていう感じかな。次、面白い。次、さあちょっとモナンは死なれるとこもあるんで、ちょっと下がっておきましょう。芯までいてつかせてやる。ああ、マスタングは耐えれなかったか。まあしゃあないですね。まあでもなんかいけそうな感じはありますね。さて、モナーで回復をすると、ここでペソナだ。こうだ、芯までいてつかせてやる。さあ、どんな感じだ。いけそうな感じはありますね。滅ぶべし。次、さあこれで殲滅できましたね。了解。はい、という感じで、クリアできました。なかなかね大変ですけどね、まああまり強くないユーザーでもなんとか1の10はクリアできるんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上とさせてもらいます。まあ、一応クリアしたパーティー編成でいくと、スカー、そしてアレックスで、オリビエ、まあ、この3体は星6となってます。そしてモナ、回復薬ですね、モナ、そしてマスタング、ホークアイと、ホークアイ全然弱いですけどね、星5だったんですね。まあ星6にしておいた方がいいです。あの火力も上がるんでね、他のメンバーも。でやっぱ勢力戦線を攻略するコツとしまして、基本4人編成がベストだと思います。で、要は他の聖戦の方ですね、聖戦の方は4人編成を組んでいって、他はね2編成にしてもいいし11編成でもどちらでもいいです。とにかく 4人編成は、必須になってきます。特に、今から行くステージ2に関しましては4編成はまあ必須かなと。まあ正直、まあ、なんとかねクリアできてで私もあと、メインの方では暗影の2の10がクリアできていない状況ではありますが、それ以外は全部クリアできました。あの難易度が下がったっていうのもあって、なんとか2の10以外は全部クリアできて、あともう一歩で3ステージに行けるかなっていう感じなんですけど、結構2の10が、難易度が下がって、この難しかさじゃじゃという感じなんでね、かなり難しいですけど、まあもうちょっとこう他のキャラを鍛えてやっていこうかなと思っております。なのでまあ皆さんも頑張って、やっぱね4編成でもやっぱり2体以上やっぱ星6は欲しいですかね。なんでまあ難しいですけど頑張っていきましょう。はい、というわけで今回の動画は以上とさせてもらいます。まあ無事に変革の1の10かなりの難しい難易度となっておりますが、皆様も頑張ってクリアしてみてください。それでは、失礼します。タナタでした。